年目はとりあえずついていこうっていうことに必死で、2年目になって心に少し、もう少し余裕を持ってたかなと思います。プレシーズンマッチとかもスタメンでも出ることができたので、まあ、そのプロのレベルを痛感することができたっていうのも一つと、まあ、日頃の練習からの強度が高くて本当成長できているんじゃないかなと思います。めっちゃ楽しいです今去年1年間も経験したから、その余裕もちょっとあるし、後輩もできたことによってより責任も増したし、チーム自体の雰囲気も去年より良くなったと思うので楽しいです。本当レベル高くて、目が3つついてんじゃないかっていうぐらい、どこからプレス行っても奪われないし、キックの精度もめっちゃすごいので、なんでだろうって思います。そういう選手を見て学べっていうのを風にも星川さんから言われてるので、そういう選手の少しでも真似とかいいところを奪えて自分のものにできたらなと思います。最後まで走り切るっていう姿はどこの世界にも負けないところだと思うので、1対1の守備とかも得意なので、そういう1対1の守備の場面になると絶対負けないという自信があるので、アイナップに来てよかったなって本当今年も強く思うし、このチームだったら絶対優勝は狙えると思うので、あんまプレッシャーとか感じずに、アイナップらしくどんどん勝ち進んでいければなと思います。